こんにちは、ファイテントレーナーの中村です。今回のワンポイントレッスンはここ。ニートゥーチェストは腹筋のトレーニングです。腹筋の下の部分を鍛えてすっきりしたウエストを作りましょう。それでは実際にやってみましょう。椅子の端に座り、手でしっかり椅子を持ちます。足を伸ばした状態から膝を胸に近づけていくように曲げていきます。腹筋の下の部分をしっかり意識して膝を曲げます。3秒かけてゆっくりと膝を胸に近づけていき、3秒かけて伸ばしていきます。1、2、3、1、2、3。この動きを5回から10回を目標に行ってください。トレーニングの後は腹筋を伸ばします。うつ伏せの状態になって上半身を反らして腹筋を伸ばしていきます。10秒かけてゆっくりと伸ばしていきます。一度緩めてまた10秒かけてゆっくり伸ばします。これを3回繰り返しましょう。トレーニングは週2回を目安に、無理をせず自分のペースで頑張って行いましょう。